はい、皆さんこんにちは、ゼヒコです。それでは今回なんですけども、メルペイ 70% 還元キャンペーンの詳細が発表、ファインマイヤー7でもお得に使えるということで、先日動画で解説しましたメルペイのキャンペーンについて詳細が発表されましたので、改めて動画にさせていただきました。まずは概要からですね。日本全国まるっと後払いでもらえる半額還元 50% もらえるということで、ちなみにセブンイレブンやファミリーマートに関しては 70% までの還元となっています。いや、もうゴールデンウィークでもあったんですけども、今回の還元上限は、まあ、2000ポイントまでとなっています。例えば普通の 50% の還元を受ける場合に関しては、4000分のお買い物をしたら上限マックスの2000ポイントがもらえるということと、セブンイレブンやファミリーマートだけに特化してお買い物をしたら 70% 分ということで、2857円分のお買い物をしたら上限の2000ポイントまでもらえるようになっています。でキャンペーンの期間は2019年の6月14日から2019年の6月の30日までとなっています。で今回はですね、ちょっとした条件がありまして、まず1つ目っていうのが ID 対応端末のみのお支払い可能となっています。でこちらは iOS、iPhone だと iPhone7 以上、 Android だとお財布携帯が対応している端末であれば大丈夫ということですね。次にメルペイを使うためには必ず本人確認が必要となっています。で本人確認に関しては銀行口座の登録、もしくはアプリで簡単本人確認というメルペイの独自の本人確認のどちらかが必要となっております。あとは後払いモードでの支払いが必要となります。で今回の利用可能な店舗なんですけども、 ID が使えるお店ならどこでも大丈夫なんですけども、例えばセブンイレブンやファミリーマートはもちろん、あとはマクドナルドとかツタヤとかですかね。で ID が使えるお店の探し方なんですけども、こちらを見ていただくと分かるように、 ID の公式ページなんですが、例えばスマホだと地図で見たらこんな風に現在地からどこで ID が使えるかっていうのを見ることができます。で一覧で見たらこんな感じですね。あとはパソコンで見るとこんな感じです。まあ、個人的にはパソコンの方がちょっと見やすくて使いやすいかなとは思います。一応下に ID の公式リンクを貼っておきますので、ぜひ活用してみてください。で今回のまとめなんですけども、上限が2000ポイントまでということ、あとは還元が 50% から 70%、 そして使うためには本人確認が必要ということ、あとは ID 払いのみ、そして後払いモードが必須ということですね。ちなみにまだメルカリの登録をしてない方がいましたら、下の招待コード、こちらを貼っておきますので、初めて見たいという方がいましたらチェックしておいてください。ちなみに招待コードを入れて登録すると300ポイントがもらえた状態でスタートできます。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。メルペのキャンペーンの詳細についてお伝えをさせていただきました。念のため下に公式のリンクを貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。まあもしこのタイミングでメルペを使ってみるのもまあいいのではないのかなというふうに思います。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。